フォートナイト、しょうもないよ。はい、どうも、ツナフキンです。俺を倒したい？じゃあ、フォートナイトしようよ。はい、何にも似てないモノマネを聞いてくださりありがとうございました。ツナキャビです。はい、というわけで今回、めっちゃ紫色のやつ進んでる。ねってこと、ちょっと似てないモノマネやめますね。はい、というわけで今回からフォートナイト実況をね、していこうと思います。いや、舐めてるよね。もうめっちゃフォートナイトの実況なんてあり余ってる中にここに割り込んでいこうと思う、この精神だけ褒めてほしいんだけど、ありがとうございます。敵一人いるな。頑張っていきましょう。ちょっと夏風邪ひいちゃってね、咳込みがうるさいかもしれないんですけど、ご了承ください。うわちょっと待って、ちょっと待って、あいつ上手かった。もう一回やらせてください。待たせたな。やっていくぜ。間違えた。それ焦ってる。さっきあんなに一瞬で死んじゃったから。めっちゃもうパラシュート開いたせいでめっちゃ上じゃん。もうやる気のさせぎでしょ。でね、ちょっとさっきどこまで話したっけ。もうどこまでも話してない気がするけど、いや、またいるよ、またいるよね。やば、今回4人いる。ちょっと待って、それはやばいかもしれん。4人もいない。ちょっとさあ、最初の部屋とか言って、最初のマップから出させてほしいよね、せめて。頼むわ。僕ね、毎回名前のないとこを降りて、そんなに敵が来なさそうなとこを降りてるつもりなんですけどね、なんで4人もいるんですかね。不思議ですね。はい、というわけでフォートナイト実況なんですがね、ちょっと何回も撮り直ししてるんですよ。なんで本当にね、撮り直ししまくるとね、何を喋ったらいいか分かんなくなって、別に優勝しようとかそういうつもりはないんだけど、ないからね、本当だよ、勝てないもんだって。それはもう割り切ってる、俺は無理だと思って。でも本当に飽きなさすぎるから、ちょっと本当にせめて1キルしたい。誰かいない、引くぐらい持ってんだけど。いけ、やったやったぞ。これで切る人は初めてかもしれない。この上の、しかもこのさ、シャドウプレイのさ、キルを保存しましたのやつ、うざくない？わかるよね、やったってか嬉しい。話がめっちゃあちこちに飛ぶんだけど、見て、やったよ、倒した敵。ちょっと強そうだったよね、あの人。そうでもなかったかな。もうね、スキンつけたらみんな強そう。俺の中ではスキンつけた。あ、いいじゃん、めっちゃグレード持ってる。そう、スキン持ってたら強そう。本当はね、トマトのやつを8月30日に販売してたから買いたかったんだけど、ごめんね、ちょっと喉が痛くて。こっちもあるのか、こっちの方が強いかな。一体どうなんだろう。防具がない。そう、買いたかったんだけど、なんかね、買おうとしたらずっとローディング画面みたいになっちゃって買えなかったんだよね。クソ運営が。ナチュラルに暴言を吐いて。もう本当に喉痛い。皆さんもう夏休み明けましたよね、明けましたよね。僕はあと20日あるんで、まあ頑張ってください。うざうざいやつだ。いや、でもね、せっかく夏休みなのに何もしてないし、もう最悪外、最悪って。いや、しかも外にも出てないくせに風邪をひくっていう、え、何っていうね、意味わからんよね。チェスト取られてなくね。チェストとかいっちゃうマイクラの方がやばいんですね。防具が欲しい。クソ、爆弾系はもういらないんだって。
割れたい？防具が欲しい。頼む。あ、すいません。やべえぞ。マジでまた偏差値の低い実況者だと思われちゃう。え、なんか今目の前で聞いた？気のせい？いる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 。声でっか。うるさ。どうするあれ？バレたー。やばいやばいやばい。ちょっと待って、普通に考えてエリア入ったのやばくね？エリア入ったのに戦おうとした俺やばくね？もういっか、こっちから行こう。ちょっとあの人怖いんで逃げまーす。シールドちょっと剥がしたし。別にこんなに悪いことはしてない。何言ってんだ。本当にね、ゲームしながら喋るのってこんな難しかったっけって。あ、ここにいる。あいつ先倒したい。でもさ、後ろにいたやつ怖いな。やだやだ、あいつ来ないで、本当に来ないで。ガチで頼むわ。これ足音聞こえるのかな。ちょっと静かにしますね。敵の足音聞きたいので。あ、ミスった。びっくらぽん。よかった、倒せて。正直死んだかと思った今。こいつポーションポーション持ってないの？ってか待って待って、焦りすぎてどうしたらいいか分かってない。とりあえずあの100を巻こう。てか誰か戦ってたやつが詰めてこないことを祈るんだけど、誰かと戦ってたよく分かんないね。これはエリア入ってないのでですね。いやあの山上かだる。いや、スナイパー持ってくればよかった。もうスナイパーに自信あるんだよね。そんなないけど。いや、下手くそすぎる下手くそすぎるって、待って、あいつだけだっけ。あいつだったっけ、あのライナーみたいなやつ。俺らの中でライナーって呼ばれてるんだけど。スナイパー欲しい。あれ山上取ったから有利だと思ってんちゃうぞ。有利だけどさ、ちょっと弱気なんだよね。怖っ、ちょっと怖いからどうしよう。怖いってかさ、防具がないのに戦いに行くっていうのがね、ダメなんですよ。また防具って言っちゃった。本当に反省しないな。よし、ではね、どうしよう。え、ガシャッとする、ガシャッとする。無理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 、本当に無理だから。あっぶねえ。待って、二人いる。ちょまま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 。オッケーじゃねえ。絶対死んだよこれ。おおマジかよ。今のは無理ね、無理だよね、無理だよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は登録お願いします。そして高評価コメントお待ちしております。よろしくお願いします。